これも海外製。おお、お前はブルディスク。あ、そう、ライバル会社。ライバル会社。むしろ1月末か2月ぐらいに発売される予定のユニフレームのベレットストーン。そうなんですね。まだ 未発売未発売。よいしょ。はい、上上がってまいりました、これがソロですかね。ソロのベレットになるんですけど、ちょっと可愛らしい、しかもね、ノルディスクなんですよね、はい、失礼します。ノルディスクのアスガルドテックミニ。アスガルドミニ。ミニですね。いいやね。あの 7.1 っていうのがあるんですけど、それがだいたい直径 3m なんですけど、はいはいはい、それよりまだもう 50cm ぐらい内に入って、 2m50 サイズ。コンセプトは一応女性キャンパーが一人でも張れるテントというの名目で、フレームは全部アルミにして、で生地もちょっと軽くします。他の従来の、アスガルド。確かに。でもポリコットンは入ってます。ポリコットンは入ってます。はい、すげえすげえ。まあ、そのやっぱり女性受けしやすいようにいちいち可愛い。ああ、これこういうのもついてるんですね。これも標準装備です。へえ。こういうとこ、ちっちゃいとこにもこうノルディスクのロゴが。ああ、本当ですね。で、これこれフレームも。それも標準？はい、これピンクになってます。よ。ノルディスクの。もよ。で、ここと頂点が空いてるんですけど。はいはいはい。で、そこの部分これデイジーチェーンが実は標準でついてて。ああ。あのここにランプがかけられるようになって。なるほど、ちょっとおしゃれなキラキラとした。あ、そうですそうですそうです。なるほどね。一応小窓は1、2、3、4。下側ですね。ここはね、すごいな、ノルディスクもこうやっぱり寄せてくるんですね。ね、それは海外もやっぱ女性キャンパー多いということですか、ね、みたいですね。まあ、あでも女性、まあ、最近はでも日本人の方が一番多いのかもしれないですよね。ね、これ焚き火どうなんですか？燃えたり。焚き火で、まあ一応ちょっと弱いですね。まあ、ね、まあポリコットンではあるんですけど、まあ燃えたらやっぱり穴は。そうですよね、そうですね。はい、穴は開いちゃう。っていうことでございます。はい。はい、袋、これがポール。ポールとこのロープのセットになってます。で、これが本体。結構20リッターぐらいのリュックぐらいですね。なるほどね、なるほどね。これに全部本体が入ります。重さ分かりますかね？重さ1点かな。1.8キロ。 1.8キロ。これが 1.8 で、あ、4キロですわ。こっち4キロとかってことは、あ、ってことは全部で 5.8キロ。5.8キロ。まあ6キロ弱。まあそうですね、6キロ弱ぐらいで、はい、6キロ弱で参考になりました。はい、ありがとうございます。値段は10万。マジで？結構やっぱ出てるんですよ。結構このフレームが高くなってますね、値段的に。値段があれですね、10万トンで1500円です。あ、10万トンで1500円で、はい、ノルディスクね。はい、ありがとうございます。2階の別の展示場です。奥にあるでっかいアポロも前紹介したんですけど、これね、2つですね。こちら見ていきたいと思います。まずこれがまだローベンツです。ボイジャーバーサー3。まあ、今度3パーソンの入るサイズ、ちょっちゃいトンネル型のテント。細長いですよね。そうですね、細長くなります。うまい。縦に3で、一応全室と、まあ、ここメッシュになります。インナーは全部釣り式で、釣り式で、でフレームが3本。なるほど。メイン1、2、3。そうですね。ここも開く。そうですね、ここも開きますので、まあ大体こうここに座って、まあ、ここで、ね、ここで飯食って、ここでもうここでご飯食べる感じ。なるほどなるほど ね、 ね。後ろが開くと、まあ、結構奥行きが、奥行きあります。だいぶ場所で言うと4メートル弱を取るね。え、結構でかいですよね。あ、入れ物がこのサイズ、4.5キロ。うん、やっぱりあのさっきのノルディスクのソロです、重かったんですね。そうですね、あれは生地がポリエステルじゃないんで。そうですね、これもポリエステルで軽くやってる、はい、全然違いました。いや、ポリコットンにちょっと憧れる部分あるんですけど、やっぱ重たいでしょ。重量はどうしてもねえ、しますね。雨の日とめちゃめちゃ重たくなりますね。そうですね。そしてラスト、こっちがロッチ2。ロッチ2、ちっちゃい、まあ、簡単なローアルームドームテントになりますね。うんうん、まあ大体2人近い、近いな。うちのあのステーシー2の、あ、ちょっと気持ちちっちゃい、ちっちゃいぐらいですよね。気持ちちっちゃいです。確かに確かに、はい。前後対称の形してるんで、まあ、前後ろ関係なし。あ、はい。結構前後ろ関係なし多いですよね。そうですね。やっぱりこう迷わずして貼れるように。こっちもいけるし。そうですね。こっちもいけるし。はい。X フレームで。X フレームで真ん中に1本これ。そうですね。で、1月に。
ッピングサイズは、まあ、バーサとあんまり変わらないですね、実際は。袋の感じは変わらんけど、はい、重量でもその回 3.1 キロ、まあ、軽い軽い、ちょっと軽いですね、はい、ほんまにこれはソロですわ。海外のイベントの割には、まあ、安いですよね。そうですね、値段も、うん、いいと思う。大体3、4万弱でも、多分ステーシーとほんまにその重さとかも変わらんと思います。あ、ですね、そうです、それぐらいですね。ね、前室がないもんちょっとね、前室ないですもんね、はい、ステーシーこっちぐらいの広さあったんで、まあ確かに確かに確かに、はい、前室あって、バーサの方はステーシーと奥行きがあるみたいな、奥行きがある、そうですね、高さちょっと低くて、はい、ね、そんな感じですね。ステーシーめっちゃお気に入りで、あれは使ってるんですよ。いや、あれはもう傑作ですよね。ね、傑作です、超えるもんないっていう。そうですね、ね、ちょっともうちょっと広がったらええなと思いつつ、ああ、なんかね、やっぱその思い出が聞きますね。そうでしょ、はい、ちょっと広がったなっていう。そうなんですよ、もうちょっと広がったらいいなって思うんだけど、はい、はい、これで全部かな。で、全部になります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あなたのご意見って大事なのよ。私、あのね、キャンパルさんのね、インスタグラムあるのでよかったら皆さんぜひ見ていただいてなんですけど、うん、違う、今、おばあ様の大好きな窓のついてるやつ、うちあるでしょ。あ、うちが使ったやつですね、うん、あれ、名前何でしたっけ、うちのやつ。オーナーロッジ。オーナーロッジ、そうそう、はい、あれをのね、続けれるみたいな、ストッキングできる、あのロッジシェルターっていうのがあります。あるんですか。インスタグラム載っててね、はい、私はそれが欲しい。お願いします。お願いします。あれよりかは安い。オーナーロッジよりの倍です。え、倍します。あれ、ほら、ね、れるなんか 続品なのに。続品ではないんですよ、もうほぼそれ単体でもう使えちゃうぞっていう。そうです、もともとはそっちがあったんです。じゃあこれ買おう。逆に、じゃあ逆にこんだけ色買ってみ、3人で幸せの。そうなんですよね。ただその無人島行った時に、無人島行ったね、雨がすごい来たでしょ。はい、オーナーロッジさんね、ビシャなの、横殴りの雨、そうなんですよ、そうなんですよ、そこだけが、いや、こいつは全然大丈夫ですわ、そういう面では多分。だから中に持ってるのでうん、これなんですよね、ロッジシェルターってやつなんですけど、後ろに、そうそうしてた、倍するんや。それこそ区画2個借りな、無理な大きさ。いや、これつなげても7メーターに収まるんで。ああ、なるほど。立派な区画サイト。そうですね、収まる。ただまあ、もう2つつけたら、もう家建てれるぐらいの値段になるよね。家建てれる。だって、12万の場合が、ね、40万ぐらい。いやいや、そんなじゃないです。オーナーロッジが大体8万。8万ぐらいでしたね。そんな安かったっけ。うんうん、ロッジセルだけ15万8000。ああ。夢の話。じゃあこれか。いやいや、ちょっと考えだから、それはそれはちょっと。いや、今度さ、店長とさ、ソロ行こうかって言うからさ、ついてペトの。じゃあ店長とアキ君両方連れていくのは難しいけど、どっちかやったら多分行ってくれるやん。今のとこ入ってくれるやん。お店休みの日ありましたっけ。あ、まあ火曜日休み。ほらほら、火曜日にアキ君とじゃあ店長みんなでソロするっていう。しやん、取りまくるっていう、全部計8本ぐらいで。なかなかシャルパイしてたからかっこよかったっす。あー、ペトロマックス、ペトロマックス、はい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 、かっこよかったしな。屋根、何あれには屋根が欲しい。一応タープひっつけれますよね、あれね。上だけやったら全然つけるやつ。そうですよね。やつはもうオプションであるんですよ。オプションであるんですか。あのオプションで普通にそのやっぱりシステムタープレクターっていう、本当にそのこの前に延長で、あ、あんねんて、屋根だけです。もしくはオーバーさんの新しいテント買ったやな。なんでやねん、どんどん新しいの買う。まあそんな感じで、マグネさん的にはそんな感じなみたいな。皆さんお気に入りのテントはありましたでしょうか。ということで改めまして、改めてというか終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございます。ではまたキャンパルさんで買ったものをですね、紹介したりとやりたいと思います。またちょっとキャンプの約束も取り付けましたんで、よろしくお願いします。では、あれ、ここで娘が最近縄跳びしてます。グルさん、ほなって言って、せーの、ほなー。